老とは、律令制の官人が官職に勤務すること及びその勤務期間を指す。老孔とも言う。また、特定の官職における勤務期間を年老とも称した。老の概念は、中国官代にまで遡ることが知られ、虚演官官の中にも登場している。赤老、年老は、官人の勤務評価の材料として考慮された。日本の律令制にも導入され、 勤務年数の意味を指していた。その一方で、老が持つ漢字的な意味の意味での老という概念も用いられ、誠意、造営、造事、兼能などの功績によって、除位昇進が行われる場合もあった。養老律令になると考えへの読み替えが行われるようになった。また、何らかの事情で官職を止められた官人が、三位のままでも三位や国に出資したり、 金銭を納めることで労の代替とする俗労制度が確立されるようになった。こうした措置は主に無位や六位以下の官人を救済する目的で設けられたものであった。また、特定の官職にある六位の官人については、一定条件のもとで、5位への助釈が認められるようになった。これを順釈という。平安時代に入ると、ある官職ごとに定められた。 勤務年数を務め上げた場合、原則的にその年数の多少によって、加害、任官を認めるという年度の制度が導入された。これは主に5位以上の貴族を対象としており、これまでの労とは異なり、他の官職に転任した時や3位時代の俗労との通算は認められなかった。10世紀に入ると、特定の官職における年度を指す言葉として、 老という用語が登場するようになり、年老の多少が、貴族社会の中で重要視されるようになった。例えば、このエローであれば中条は、14以上に2から3年、生4位下には2年、少々は、15以上には2年、生5以上には3から4年、14位下には3年、弁官老であれば中弁は、生5位下には5年、14位下には2から3年、十四以上には五から七年、 小便老は、15以上には2年、生五位下には5年が、おおよその基準であった。もっとも、陰性期に入ると石棺化などの有力な国家の指定や、陰近心などは、年尺や干渉による臨時の除位によって、老を満たさなくても昇進できるようになったため、老による昇進はそうしたつながりを持てないものに、限定されるようになり、やがて消滅する。これは、 ジョイや人間が、自転の君や天皇にとって、公家を統制する手段として用いられ、人為的な調整が行いやすい年尺や干渉などを、理由とした臨時のジョイが実施されたことによる部分が、大きかった。また、官職秘書によれば、三位の地位にある者が15年の老を務め上げると、中納言に昇進する資格を得られると記されている。ただし、大弁、この絵中上、 ケビーシベットを献刊する者はそれらのローモベット、形状、加算されるため、その分昇進までの期間は短縮された。また、中納言に欠員がなければ、昇進は遅くなった。しかし、平安時代中期には、石関の指定には賛議に認じられることなく、この絵中条を経て優先的に、中納言に昇進できる経路が確立されたために、その原則が崩れ、 後期に入ると、石棺や、自転の君の抜擢によって、老を経なくても中納言に昇進したり、大納言、中納言の定員が賛義よりも上回る、逆転現象によって、中納言の欠員が発生しやすくなったことで老を経なくても中納言に昇進したりするようにもなっていった。年、p もも年、p から ありがとうございます。